皆さんこんにちは。ジュラシカドライブエキスパートラッシュトライアル金だけイベントをやっていきたいと思います。えー、今回ですね、推奨生物レベルが21から25ということで、いつものレベル30ではないんですが、なんて言ってもレクシーがですね、レベル30が出てくるんですよ。で、こいつね、とにかくヤバいのは、体力が9025あるということですね。で、レベル30で、まあ、いつものにですね、この先制を打ってスピード上げてくるということなんで、 これ、えー、と25%アップですから145なんですよね145まで上がっちゃうのでスルー早いのじゃないといけないんですよねでこの高速のソロドル百143だからこれでもかなわないんですよってなるとスピードを上げていくのはこちらですかね131の30%アップにするとどのぐらいいきます ?131×1.25 30か 131×1.3 三すると行きますかねか一 1, 1 3 1 7 0だからいい OK だねこの辺とか出していくかあとはクロークを打っていくかという手ですよねうーんこれどういうふうにいった方がいいのかなこれ。 ティラコタトルを出して継続ダメージを打って1ターン耐えれればっていうんだけど多分スピード上げてくるからねそうすると次のターンで厳しいんだよねこれね難しいでしょしかも減速耐性持ってるでしょうってなるとスピードの面で速いやつはいトリオストロニクスが145で同等なんだけど向こうレベル30だからそうすると向こうの方が速いんですよね で、フォルサーラは144だから勝てないってなると、これより速いの持ってないんですよ。なので、うんと、ディロラを出してスピードを上げていくっていう方法もあるんだけど、うん、かなり厳しいね。これどういうふうにすればいいんだろう。うん、まあ、でも、ソロドロを出して、 向こうが次先生打ってこなかった時にはこっち側が先生のスタンかけて、まあ、体力を削るっていうのはありですよね。あとはディロラは回復持ってるからなんとかなる可能性あるディロラは出していきたいとこなんですがあと1個ですねトリオストロニクスを出してスピードを上げていくか回復っていやーでもね次のターンでやられちゃう可能性があるからね。 うーん向こうが先制打ってくるんでそれを回復でかわして続いて2倍を打っても3800しかいかないんだよね。ってなるとフォルサーラを出して3400を食らわした方がこれだったら回避もあるからまだいいかもしれないですね。そうですねこんな感じかなはい行ってみましょう。意外にこれ難しいと思うんですけどね。 さあ問題はね1回目で先生打ってくるか2回目で打ってくるかですね2ターン目でで打ってくるかなんですよね実はねメインアカウントで失敗しまして2回間違えたんだけどあのクロークがね2回ともね全部当たるというですね恐ろしいことになっててあこれははい向こう先生使ってくるよねうんこれが結構強烈なんだよねうわマジ 1>, 1回でやられちゃったの。必須。ってなると次のターンでこれ6700来るの。これ無理だろう。6700来たら無理だろう。削っとくという手もあるんだけどはい。これ当たりそうだな回避が。スピード上げたけど。 倍倍打ってくるかな2倍点かうーんこれでもきついと思うんだよな次2倍打ってくるときついと思うんだよな牽制では耐えれないと思うんだよなまあでもこれかけるしかないですよねここでちょっとでも削っておかないとこれに耐えられないでしょうあ耐えた耐えれればはい回復打ってくるけどまあここで なんとか先制使って削っていくしかないです。うん、そこ,こはしょうがないんだけど、さあ、ここで、はい、ディロラの方が早いので、さあ、ここでリベンジを打っていけば、はい、これ、あの、牽制かかってるので、1ターンも耐えれると思うんだけど、おぉ、よくやった、クローク、クロークじゃないや。危ね。 いやあ、今クリティカル出てよかったな。ということで危なかったですね。でもフォルサーロ頑張ったね。まさかのソロドロがワンチャンで1回でやられちゃうってですね。はい、ということで,ですね。えー、報酬見ていきましょう。いやー危なかったね。はい、ミクロラプトル。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。